八女学院高校がですね相当警戒して高校バスケ界の名将福岡第一の井出口監督も警戒の注目校八女学院この1年で急激に力をつけたという新進気鋭のチームには2人のキーマンがいるんですそれが豪快なダンクを決めたこの2人身長2メートル5センチナイジェリア出身のジョンソン選手17歳と身長2メートル3センチコンゴ出身のブラ選手16歳八女学院が誇る強力なツインタワーですボールが小さく見える2人の入部以来それまで地区予選で敗退していたチームは急成長昨年12月の新人戦では創部24年目にして初優勝してさらに夏のインターハイ予選では高さを生かした攻撃で福大大濠福岡第一に続く県3位に輝きましたとってもいいですよ話をすると本当にバスケットが好きでバスケットを勝ちたいという気持ちがもしかしたら一番強いかもしれない勉強とバスケット一生懸命頑張るためにと来ました、うん、本当に楽しいです今大会大注目の2人その素顔に迫りますここから右に回していきます。ずっと行きますね。バスケ留学生として去年の4月にやってきた2人。慣れない日本の生活でしたが、先生たちも舌を巻く真面目な性格のおかげで、クラスでは常に人気の的だということなんですね。そうそう、上まで拭いて、高いとこ。はい。じゃあ、こうやって踊りながら。人一倍練習して、なんか勝ちたいと思ってる気持ちがめっちゃ強いところがジョンソン君のいいところだと思います。はい、です。ガルフェン？ガルフェンじゃないよ。ね、ツッコミまでしてくれるとね、素敵なクラスメートに囲まれ充実した学校生活を送っています。ただ2人が住む寮の部屋にお邪魔すると、おお、モチベーション。League, hustle, grind. But pro league equals so 毎日 motivation, mental, 準備。頭にあるのはバスケットのことばかり。ウィンターカップの県予選では順当にいけば準決勝で戦うことになる福岡第一との戦いに燃えています。第一相手準決勝。本当に勝ちたい本当に勝ちたい関係ない一生みんなあと一生懸命、はあ、頑張ります勝ついや勝つ今大会最大の大番狂わせなるか八女学院の戦いに注目です